はい、どうもいつもね、動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるいガレージライフの時間です。それで今日はね、バイクちゃん、もうちょっとしたらね、気候も良くなってバイク乗れるかなと。それで本当今年乗ってないんですけどね、ちょっとエンジンかけてみようと思ってかけました。それで以前ね、ごもっともなコメントいただいたんですよ。おっちゃんの喋るよりバイクのエンジンの音聞きたいとか、走りが見たい、見たいとか、絶対その通りと思います。その方本当にね、合ってます、合ってます。ほらね、例えばこのショート缶のねサウンドとか言って見に来た人、おっちゃんが喋るよりずっと音聞いとう方が、やっぱり心地いいかなと思うんですよ。それでね、今回はね、オープニングトークっていうか、これがオープニングトークなんですけどね、しばらくこのバイクのね、音を聞いていただきました。いかがでしょうか。まあそんな感じでね、今日はね、実は86ちゃん乗ってね、どっか出かけようと思ったんですけどね、案の定バッテリーがキュルキュルキュルってね、うんともすんとも言ってくれませんでした。それでね、今バッテリーを充電してます。これもね、また気候がいい時にね、どっかの峠に行ってね、遊びたいなと思ってね、もう本当にね、メンテナンス最近できてなかったんですよ。それでエンジンもかけれてない、乗れてないで、よくぞねギリギリバッテリーね、エンジンかかってくれたというような状態でね、まあそんな感じでね、今日はね楽しくバイク車をね、ちょっと いじってました。それとね、今日ね、バイク出したのはね、前以前にね、以前の動画見てください。このね、よく聞かれるのがこのセンタースタンド、よく聞かれるんですよ。これ集合缶つけてるんですけどいけるんですかとか、それでね、このメーカーどこですかってね、これ定期的に聞かれるのでね、今日またね、このセンタースタンドはね、アゲインさんっていうところのね、メーカーさんのセンタースタンドになります。それでこれが集合缶つけてもいけるように、普通センタースタンドってまっすぐじゃないですか。この集合缶のところはこう曲がってかわしてくれるようなタイプになってるんです。それで、それをつけてます。アゲインさんです。このね、質問は本当定期的にいただけるんですよ。ありがとうございますね。本当にね、こうやって質問いただくってね、めっちゃありがたいです。まあそんな感じでね、それも伝えたかったのでね、今日はちょっとね、バイク撮影してます。もう一遍ねエンジンかけちゃいましょうか。おっちゃんが喋るよりこっちの方がいいよね。ちょっとエンジンかけまーす。うおーす。
はい、これがね、おっちゃんのねバイクの楽しみ方です。それで長距離行ってロングツーリング行くもそれもまた楽しいと思います。それとか近所うろうろするも楽しいと思います。おっちゃんは最近ねなんかねもう遠く行くよりこの家でブンブンするこの音を聞くだけでねなんかすごく癒されてるかなと。それとね今回まあ、冬の私のこれ維持管理方法なんですよ。もう毎年ね、定期的に、この庭でエンジンかけてただぐるぐる走るというね、これがまあ私のもう何十年もやってきたことなんですけどね、これはね決してねバイクにいいか悪いかって言ったらね多分、いいことではないと思いますけど、エンジンかけないよりはいいと思います。やっぱりねバイクもずっとこう走ってやらんかったらストレス溜まると思うんですよ。だからそのストレスがこのカーボンになりねエンジンの中とかこうマフラーの中とかね、溜まっていくので、良くはないとは思うんですけど、かけないよりはおっちゃんはいいと思ってます。これがねおっちゃんの冬場の維持管理方法で、それでねまあおっちゃんがねこうやってねまた今もぐちゃ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 ねおしゃべりなんで喋ってますけどね、これ喋るよりね本当まあバイク好きな方はね、エンジンの音だけでいいよと、まあそういう方は多いと思うんですけどね、まあそれでちょっとね初めずっと音だけの動画をね、今回動画で流させていただきました。それで、ちなみになんですけど、やっぱりこのショート缶で昔風のねマフラー両方つけてますけどね、もう川崎とホンダで全然違うっていうか、もうこのバイクはねもう全くね本当ね私にとってもう全然違うんですよ。もうこの音感と吹け上がり感、やっぱりね750エンジンがでかいだけあってね、こうドゥドゥワン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 ってこうやっぱりこう重低音から入る感じ、それとこのこの CB400 フォア、こちら4フォア法案、私たち若い頃は法案って言ってたんですけど、この法案に関してはねこのこう上がフワンフワンって昔フワンフワンって泣くで言うてフワンとか言ってね私たち言ってたんですけどね、やっぱり昔からね、好きなサウンドなんでね、まあ両方ともどっちがいいかって言ったらおっちゃんは両方とも好きです。それでもう速さ的にはねやっぱり400と7でもう全く違うんですけどね、まあそんな感じで、これがおっちゃんの冬場の維持管理です。もしよかったらグッドボタンお願いします。それとねまたバイクでね、こんな動画ちょうだいとかねありましたらねコメント欄に書いていただいたらねまたおっちゃんが撮影できる範囲でね、撮影していきたいと思います。今日はね、おっちゃんの愛車 CB400 フォアとゼファー750のねサウンドを聞いてもらいました。では皆さん良い一日をお過ごしください。さよなら。おっす。